ただいたのがこちらの三角光彦さんです。三角さんの今、スパイラルのエントランスにもまたちょっと違うあのプロジェクトでやっておられるシーンももう一つ出ていたので、今日この詩を聞いていただいて、あちらも読んでいただいて、またそちらも両方を楽しんでいただけたらと思います。先ほど中で栗林さんがきちんとご説明されていたので、私は詩の朗読だけを行いたいと思います。詩のタイトルは作品と同じタイトルでポエティックスにしました。私たちは知りたいから、まぶたを閉じる、残像になる、満たされた感情、中に入っていいですか。そちらです。問われて守るためにある意味を問われて隠すためのもの。私たちは知りたくないから、まぶたを開く、光り輝く人々の文様、もう何もなくなった、初めから何もなかった、揺るぎない絶望を振り返る、変哲もなく呼吸すらなく、あるがままにありのままで、ありがとうございました。難しい反面に、でもどういう、なんですかね、同じ作品じゃないですか、言葉って。で、どうしても僕らは直接的な言葉を使ってしまうんで、説明みたいになってしまうんですけども、その空気とか雰囲気とか、そういうものも含めて、そのこういうプロの方に読んでもらえるっていうのは、非常に、僕はどういう感じなのかって思ったんですけど、非常にこう、嬉しい。だからちょっとさっきも言ったんですけども、書いていただいて後ろに貼ってもらえるって話だったんですけど、その状況をちょっと早く見たいなっていう感じで、ありがとうございました。はい、じゃあ最後に5階の作品に移動しますが、